四千頭身さんのようにならないように頑張ろうと思ってます。もう目がなんかバキっちゃってるもん。一回覚えてますよ、鈴木さん、私に喧嘩売ったの。こんな芸人は絶対売れない、どんな芸人？笑いもファッションも中途半端。俺でかっ。どうもどうもロック TV です。本日のゲストは福留光穂さんです。お願いします。第2回福留光穂のイライラ20。ルールは簡単。福留さんにはこの後用意してある偽番組中にただターゲットをイラつかせるだけ。その芸人が20回イラッとしたら終了。今回イラつかせるお相手は四千頭身の鈴木くんです。鈴木さん、はい、うん、おはようございます。福留光穂です。はじめまして、四千頭身鈴木です。あ、まだ四千頭身だったんですね。もう解散したかったです。ごめんなさい。そんなニュースありました？いやいや、デマでも流れてないか。あんま出てないから3人って。いやいやいや、2人だっけ。3人です。4人か。4000。あ、いや、3人だけど、はい、4000投資って、まあ、ちょっとややこしいスタートです。すいません、いきなりちょっと向いてんなこの企画。でもやっぱ四千頭身さんといえば第7世代みたいな感じじゃないですか。他霜降りさんとか、はい、イグジットさんとか、はい、ミキさんとかか。振ってんな。あ、ミキさんとかも入ってたと思います。振り落とされた感ありますよね。釣り合ってないで。なんか笑ったら許されるとかない。でも絶対自信持った方がいいですよ。だってそこに昔は肩を並べられてたってことだから、はい、今はもうちょっと差がついちゃったけど、いやいやいや、そこに土俵に入れたことが絶対自分の価値になるんで、それを絶対胸に刻んで頑張った方がいいと思います。俺そんな落ち込んでないですよ。本当にやっぱ人生諦めないことが一番大事だって。諦めたから丸めたんじゃなくて頭。いや違います違います。前向きなソリです、これは、はい、私今もう四千頭身さんのようにならないように頑張ろうと思ってます。すごいね。そうはならないように。早いな。でだからお金が足りないから裾も足りてないんですよね。いや、そう、引きちぎられちゃって。いや、引きちぎられてない。全然裾代ぐらい言ってくれれば貸すの。舐めちゃってる。結構全力で舐めちゃってる。この無残に引きちぎられた感じがご自身を表してる感じが。そこだけ金足りないとかないですか。俺の中で四千頭身を失ったわけじゃない。千木さんのプライドがこのほつれ糸みたいな感じな。自分の落ちた姿のオマージュじゃないんだよ。もう目がなんかパキっちゃってるもん。いや、そんなことない。だからやっぱ私も頑張らなきゃ今いけない時なんで、まあ、だからこそなんか千木さんにアドバイスもらおうみたいな。こう自分が第7世代から振り落とされた理由ってどこにあると思う？いやいや、シンプルにその実力はどう、まあ、実力ですかね。まあ実力はね、まあそれはもう今見てわかるじゃないですか。分かるって。すげえな。すごい子なんだろうなと思ってたけど。一回覚えてますよ、鈴木さん、私に喧嘩売ったの。あ、ラジオね。あの時何を私に言ったか覚えてます？こんなラジオ大阪は嫌だ、こんな大阪は嫌だ。言い方じゃないっすよ。真似していいっすか？おい福留、お前面白いらしいじゃん。こいつ的にお前なんか大喜利ができるんだって。おじゃあ、はい、答えてください。こんな新大阪は祝いだ。どんな新大阪？はい、答えて。はい、これお前どうにかできるんだろうな、みたいな。こんな言い方でしたよ。いやいや、悪かったっす。いや、悪かったっす。悪かったっす。もう、本当申し訳ないっす。本当に申し訳ない。ちょっと自分を見つめた方がいいかも。なんかそんな殴り合うスタイルなんだっけ。ファッションアイテムをこう取り入れて、自分にこう身につけて、おしゃれに見せるんじゃなくて、まず自分自身を磨いた方がいいと思う。いやいやいや、まあね、まあもちろんファッションもその一環ではあるけど。アイテムに助けられてる借り物だから、それは。真っ裸になった時にぶつかれないやん。結局何かがないと何もできない人だから、それはファッションだけに頼らず、それは頑張りたいと思ってるから大丈夫だって。中身がね、空っぽすぎる。お前なんでこのあんた瞬間に言われなきゃいけないんだよ。いや、恨んでるんで。いやいや、ごめんって。だ悪かった、マジマジ。いや、そのやめましょ。俺そんなに食らった後俺やれないって。この今日残りに残った心を折るつもりで来たんで、今日はその無駄なプライドを全部へし折ってやろうと思って来たんで。この人、いやいや、結構やっぱ第7世代でこう出てって、いろんなところでこう過酷なことさせられたでしょ、絶対。止まんねえな、全然止まんねえんだけど。私も今それ全く一緒なんですよ。実力以上のことを求められて、いやいや、そんなことないって。実力あるでしょ。あって、でも目の前にそれについていけなかった人がいるからこそ。あれですよ、本当に教えてほしい。あ、
佐久間さんの意図はそこにあるのか、そこを学べってことかな。何そこで性格悪いの。福富美津のバラエティ予行練習じゃなくて落ちぶれ予行練習。落ちぶれ予行練習って何で落ちぶれることが前提なの。振り落とされた時の予行練習。え、こんな年下にさ、当たり前のことを言われただけでそんな打たれてるようじゃ生きていけないよ芸能界なんて。結構いかついことになっていることさ。いいじゃん、これは今都築さんのフリートークのお題を作ってあげてるんですよ。これラジオで話せるでしょ、あのクソ長いフリートークあくまでスカラ感やめて。いや、それ言うな。ただ生きてるだけなんですよ。おいね、違う、ここだけはじゃあやれんのか。毎週2時間生放送、お前言ってみろやろ。ラジオ毎週2時間生放送でフリートーク。そのラジオバカにされただけでそんな怒んないでよ。だ事実じゃん。いやいや、それ全部聞いてくれてんだったらまだしも。芸能界も今切り抜きだから、切り抜かれてなんぼなのよ。切り抜く価値がないから。いるなよそんなの。もうグロッキーだろ。良さは何ですか。菅田将暉さんを呼べるぐらいですか。まあまあ来てもらえたのは嬉しいけど。菅田将暉と仲いい自分かっけーみたいなあるでしょ。なんてねえよ別に。じゃあ俺言ってないからそんなの。え、じゃあここだけの話、絶対誰にも言わないから教えて、はい、なってねえって。なんだよそれ。あるかないかで言うと。ツッコミじゃねえよ。なんだよ。絶対言わない。優しくするこの後だから教えて。いや、かっこいいでしょ。だって菅田将暉と仲いいんだよ。尻尾が出たって。いやいやいや、だからそれは何がどうなの。菅田将暉さんが好きなんじゃなくて菅田将暉と仲いい自分が好きなんでしょ。じゃあ菅田将暉が好きだし、菅田将暉と仲いい自分も好きだろ。だって菅田将暉と菅田将暉と仲良くなれる人って限られてるだろ。今世この人生、そうそうそう、人類の中で虎の意欲あるね。いやいや、いいじゃん、憧れてたの。もうただのめちゃくちゃな口喧嘩だよ。みんな菅田将暉さんのことすごいって言った。自分じゃないか。いいよ別にそれでも。置き換えちゃダメだよ。もういいよ菅田将暉さんの話は。どっちがし始めたかな。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。緊張する。不慣れなんでご迷惑かけちゃうかもしれないんですけど。バカちゃうの本当。福留美津子のバラエティ駆け込み寺。今回の相談員は四千頭身の都築さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ファッション YouTuber。 いや違います。いや違います。ちゃんと芸人です。あ、コメディアン。インスタグラマーで紹介し直したらいいかも。いや大丈夫です。プライドがやっぱあれ。いやいや、ないです。笑いより服が大事らしいから。いや、そんなこと言ったことないです。そんな発信したことないです。メディアで。好きなブランドはどこですか。いや、マルジェラですよ。いいことね。それマルジェラに出るから。好きな番組なんですか。好きなテレビ。ほら出てこない。そういうことだよ。服はもうだって秒で出たのに。最近買った服なんですか。台湾の古着を。最近出た笑った番組は。笑った番組、はい、出てこないじゃない。いろいろ見てるのね。別にそのすぐには。ファッションインスタグラマーで。いやいや、面白いですね。詰め方がうまい。ファッションだけは本当すぐ出てきた方がいいんだ。わかった。やりましょうってもう。最初のお題はこんな芸人は絶対売れない。どんな芸人。俺とか書かないでね。笑ってんじゃねえよ。ただの喧嘩。コンプライアンスのことをコンプライアンスだと思ってる。芸人というより人間性の問題じゃないですか。いや、いいじゃん。だからそんな人間性のやつは売れなそうだね。でいいじゃん。芸人じゃないですよ。それは芸人っていうお題に沿ってないじゃないですか。まあ1個目だし、多分出したいじゃん。フリップの使い方下手すぎない。いやいやいや、まあまあ、この余白何。ドキドキしたんだよ。苦手だって言ったら緊張したんだよ俺。これ1個さ、勇気出して答えたんだよ。うるせえな。これなら一応じゃいいだろ。こういう1個があったって。こんな芸人は絶対売れない。どんな芸人。笑いもファッションも中途半端。おれ声でかっ。あ、思いついた今。無駄に声がでかい。おれ無駄に声でかいよ。大喜利できないんだから。だから言っただろ、大喜利できないやつは無駄に声出すしかないんだよ。出すの面白いこと言ってよ。面白いこと言えねえから声でかいんだよ。出せ。こんな芸人は絶対売れない。どんな芸人。異性だけいい。おれおれいいだろ、異性だけよくたって。そういう道だってあるんだから。こういう背中を見せてくれる先輩っているんだから。終了ですよ。ちょっと今日心痛かも。本当にごめんなさい。終了なのやつ。ごめんなさい。いや、じゃあ福留さんは別に競技でやってたわけだよね。全部言ったこと一回も思ったことない。いや、思ってた。目がバッてパキッちゃってるとこ入ってきた。
パキッとなってました。パキッとなってました普通に。俺は途中から本当マジただ本当に面白い喧嘩を見てる。ひねった回答も出してくれないし。福留さん、もう佐久間さんが出てきたら言わなくてよくないですか。